こんにちは、豊さん。おかえり。違うの。確かにそうです。そうだろう。今話題の方ですよね。話題のおかえりでしょ。そうです。9日、なんと筒香選手が帰国していたことが分かったというふうに報じられました。で、ここ連日なんですけど、まあ事の発端は、スポニチさんが決定みたいな感じで、筒香選手が見出しが巨人獲得決定みたいな感じに出たことがファンの間で一気に広まってき、まあ記事の内容は決定的か。だったんですけど、見出しでもう一気にいってしまったので、ここに来て、まあこのサムネイルも決定、ちっちゃいクエスチョンマーク、よくありがちな、まあ手法を使っちゃいかないな、そうですね、いけないですよね、まあいわゆる釣りなんですけど、というのもただ巨人の阿部監督は調査をお願いしていますというのはもう表明しました。筒香選手の獲得に向けて、でさらに DeNA の三浦監督も先日、もう祈るしかないと、もう獲得をね、調査をお願いしていると、まあ調査というよりも交渉に入ってんだよね、はい、そうですそうです、はい、お願いしているということで、この2監督は実際に表明しました、はい、ということで、また他のチームも例えばカープも行くんじゃないかとか、例えばパ・リーグもどっか行くんじゃないかとか、いろんな憶測を呼んでるんですが、まず豊さん、その巨人獲得にこの動き出してるっていうのは、これはどういうふうに見てますか？これどういう事情というか、まあ俺と筒香の中は知ってるか？知らないですよ。お前それ知らないで、お前記事ばっかり読みやがって。ちょっとどういう関係なんですか？全く連絡がないんだよ。全く連絡ないんだよ。あれ、コーチやってる時いましたよね、筒香。いたよ。でメジャー行く時に「豊さんメジャー行ってきます」って連絡もらってんだよ、はい、帰ってきて「おかえりただいまです」みたいななかったな、ない、まあそれどころじゃないだろうな、まあ今ね、そうです、まあネタにされるからここでね警戒してますね、絶対に。まあでも気持ちはな、アメリカからまあアメリカの環境でやりたいっていうのはすごく俺も分かるし、はい、まあ行ってみてね、改めて、素晴らしい環境で、まあ、野球っていうスポーツが行われてるなという、まあ、日本が悪いっていうわけではないけども、はい、まあ、あっちでね一花咲かせるという、まあ、そういう夢を持ちながら、まあ、ずっと粘ってたんだけどもね、まあ、やっぱ32という年を考えるとさ、はい、やっぱ野球をやらないとさ、何のためプロ野球選手になったかっていうのがね、はい、やっぱり必要とされることっていうのがこれから大事だと思うし、まあ日本球界に復帰すると思うけども、はい、まず DeNA どうなんだろうなと思って。まあ一番はやっぱり古巣にみんな戻ってくるんじゃないかと最初は思っていました。まあ行く時にこうポスターができたんだよ、ね。待っているとか言って。25番の背番号背中にね開けてるんですよ、開けてるんだけども、はい、なんかやっぱこうダブつくのが怖いな、それはまあ外野ですよね、例えば渡来がドラフト1位で取れてなかったとしたら、なんかその復帰とする意味でもさ、まあ、可能性は高いのかなって思ったけども、今ちょっとどうなのかなっていうふうに思うね。で一番困ってんのがやっぱジャイアンツかなっていう。でまあ、丸もちょっと故障がち、まあ、梶谷が故障した、でまあ、使う若手っていうのが、やっぱまだ経験不足だよね、もう少し伸びてほしいよな、しっかりとしてレギュラーとするんだったらね、だからそういう意味では、まあ、筒香が、まあ、アメリカであまり野球をやってない、だからまあそこら辺のブランクをどのぐらいで抑えていくかっていうのは、これは見てみないとわからないけどもな。そうなんです、みんな多分それを思ってると思うんですよね、見てみないとわからないっていう、あとオドアがやっぱり抜けたことっていうのもあるんですよね。まあまああるだろうね、まああるし、まあ内容は本当にさ、完璧なぐらいに揃ってるんだけど、だから外野がやっぱこうもどかしいよな、ちょっとな。そうなんですよ、外野でその長打を打てるっていう選手がいないので、今まあ怪我だったりとか、まあそうだね、まあそういう意味では巨人はお金を積んでも欲しいよなっていう、そうですよね、まあずっとこの数年ね、筒香選手が帰ってくるんじゃないか、それともメジャーでやるのかっていうのになった中で、今年が決定的に帰ってきそうになったわけですけども、その巨人は例えば仮にオドアがそのままいて、まあ、ホームラン打ったりとか好調だったり、あとは、まあ、梶谷選手、丸選手がいて、あとはそういった若手の選手が生き生きしてて、だとまた状況は変わったかもしれないですか、獲得への道っていうのは。でもさ、逆に言えば他行って活躍されるとやっぱ順位に関わると思ったら、取っとけっていうことはあるよね。そういう考え方もあるんだけども、まあ、例えばお堂はオープン戦の状態を見た、あこれどうかなっていうのも思ったし、で梶谷っていうのはやっぱもう腰にメスを入れてるしさ、まあ怪我がちだということ、で丸も年齢的な、まあ、ちょっと衰えも多少あるかなっていうようなことを考えるとやっぱ欲しいよね。だから巨人が行くのはもう常套手段だなっていうのは思ってたんだけど、例えば、あと佐々木選手、萩尾選手、オコエ選手、松原選手などこの若手中堅クラスの選手もいるんですけれども、いやもうこれからだもん。まだまだってことですね。だって筒香とそういう若手が打席に立ったらどっちが怖いよ。筒香選手ですよね。そうでしょ、はい、その分チャンスが広がるって思うよね。そうですよね、普通に考えると、でもまあパ・リーグに目を転じると、やっぱ西武っていうのが欲しいよな、どうですか西武、まあ、今ね、西武打率とかね、でもなんかそこには行ってなさそうだしな。ロッテはどうなんでしょうか。ロッテは多分筒香がいかないと思う。球場的にってことです。風が強いの嫌いなのかじゃダメだ、もう絶対に。もうね、サードへ使った時フライ2回ぐらい落としたんだよ、風で。横浜スタジアムで。だからもうみんなファンがはけてから、機械でめちゃくちゃ高いフライがボーンって打ち上がるのがあるんだけど、あれで何回練習したか。あ、嫌なんですね、風。でもそれから取り出したけどもね、うまくなったけども、まあだけどあんまり風が強いのは多分彼は好きじゃないと思う。楽天とかはどうなんですか。そう、どうだろうな。楽天が金出せるかね。まあそうかそうか、となるとやっぱり巨人、DeNA、あとそのカープもっていう話もなんか噂話的にこうちらほら出てきてるんですけど、まあカープが今なかなかちょっと田村選手が打率がこう打線に軸がないからな。だからそういう意味では筒香がどのぐらいできるかわからないけども、やっぱこう日本でやってた時のイメージをこう想像すると、軸にはなってくれる、選手の一人ではあるよね。あそこも外国人2人が早々に離脱してしまったので、ただやっぱジャイアンツが可能性としたら一番大きいですから、やっぱあると思うよ。やっぱ住み慣れてる関東っていうこともやっぱ優位に働くのかなっていうような感じもするしね。その記事は遠からず近からずっていうことなんですね。まあ近いかな。仮にじゃあ DeNA に戻ってきたとなった場合、 DeNA もさ、もう祈るしかないじゃなくて、いや本当に欲しかったら監督自ら行けばいいのになって、そんな中でしょ。そういうもう他人行儀な中じゃないじゃない。だから巨人からするとさ、まあ交渉事は任せるっていうふうに、まあ、するかもわからないけど、本当に欲しければ、やっぱり三浦監督が出馬っていうね、そうなりますよね。で口説き落としてくるとかさ、なんかそういうことがあってもいいのかなって。だからやっぱこう家族みたいな、他人ではないからね、だから、まあ、そういうことがあってもいいのかなっていうふうには思ってるけどもね。ってなると若干巨人よりかは一歩ちょっと消極的なのかなっていうふうな感じはあるんですかね。やっぱりその外野が今若手が育ってきてるからなかなかレギュラーでっていうのもっていうことなんですかね。あいつが怒ってたね、エスコバ。あ、エスコバ、アメリカでですか。なんで巨人なんだって、なんで DeNA じゃないんだって怒ってたけど。エスコバが。でも巨人行ったらお前、あいつ25番という番号好きだからね。岡本和真がつけてる。まあ無理でしょうね。だから大谷がポルシェを送るって。いやでもポルシェじゃ譲らないと思うよ。そうですよね。やっぱフェラーリかランボルギーニか。何台か積まないと。そう、ベントレーか。そのぐらいの車を送ったら譲ってくれるかもわからないけど。そうですね、そこは多分筒香選手がまあいいですよ他の番号でって。そりゃそうだろうね。あとはそりゃそうでしょ。あとは例えば、まあ、ファースト岡本和真選手ですけども、例えば、シーズン途中でちょっと怪我ではないですけど体調を万全にするために1回外れるなんていう時はもちろん筒香選手ファーストもできるっていうところありますよね。まあできるけど、まあそれはできるよ、サードもファーストもできる。まあだけど外野でずっと安定的に使っていくのかなっていうふうに思うよね。もうレギュラーとしてってことでいいんですか。そらもうぐらいの選手を取るんだったらもうレギュラーで取るしかないし、そらもう控えで取るような選手じゃないよ。そうですね。そう、バッティングの技術っていうのは確かなものはある。でやっぱ左が多くなりましたね。いや、彼はやっぱ左も右も関係ないからさ、うん、だから若手はやっぱ左でね、打てないとか、うん、まあそういうところは慣れでこう解消していくんだけども、うん、まあ筒香の場合はもうそういうことはもうクリアになってるから、うん、まあ左対左って言っても国は違うよね、うん、逆に左の方がいいかもな。そうかそうか、相性的にも、うん、で仮にじゃあ筒香選手が巨人に入ったとなった場合は、ここは何番を打つことになりそうですかね。状態によるな。最初ってやっぱり2番からですね。それは日本にいるような状態で帰ってきてくれるんだったら、うんうん、3番とかで。いや5番だな。坂本選手はじゃあ3番に上げる。そこを3番筒香選手にはしなくてってことですか。そう。やっぱ坂本っていうのはやっぱ出塁もできるし、はい、勝負強いし、うん、チャンス広げられるでしょ。うん、となるとやっぱり1番2番、まあ、門脇とか吉川が塁に出た時に坂本は考えてくれるバッターだから、はい、だから右にも打てるしさ。でもあとは岡本筒香って勝負強いバッターを揃えたいよね。そうですね、そっかそっか、だから5番がいいのか。だから巨人は坂本を5番に置いてるっていうのは、うん、やっぱ他にいないから苦肉の策なんだよ、うん、ね、最善の方法だけど今のメンバーを考えるとね、まあ、だけど本当に5番を打てる人間がいたら坂本は上位で打たしたいんだよね。本当は3番とかなんですね、うん、そっかそっかと思うよ俺は、うんうん、だからまあ筒香が入ってくるとだいぶ変わるかもわからないけども、うん、状態がどうなのかっていうのが一番心配だな。一回もし、まあ、DeNA にしろ巨人に入るにしろ一回そのフォームで調整してからの一軍っていう形になってくる。まあやっぱり様子は見たいよね、うん、だから今年でも試合に出てるのかどうかっていうのも、まあ、情報的には得られてないけども、はい、やっぱ試合感だとか、うん、やっぱ練習がどの程度やってたのかっていうのもわからないからね、はい、ただやっぱこう筒香という日本の実績とものだけで取ろうとしてるからね、うん、でもまあできるとは思うけどね、まだ30に。仮に DeNA になったとしたらどこを打つことになりそうですか。打つの、はい、もう345今いるんですよね。いやだから3番ぐらい打たすかもからな。佐野選手を下げるかもからな。ああ6番だったりね、うん、あだから難しいよ。ただポジション的にセンター守れないでしょ。そしたら両翼どっちかなんだよね、はい、だから渡来をセンターにして筒香をライトにするのかで関根選手をだから関根外すしかない、うん、そうか。そしたら関根は外さないでそうなったら渡来が外れるんだ。そうですよね、うん、それか佐野が外れる。うわー難しい。いや難しいだろ、うん、だから巨人はスッと入れる。入れる空いてる風だからな。空いてる風ですよね。いやそりゃそうだよ。丸がいて、はい、本当は梶谷がいて、はい、まあセンター誰か。そうですよね。でまあ梶谷センターしてもいいんだけど、うん、だから怪我がちだしな。そうなんです、ね、だからまあここら辺がちょっと難しいところだけど、でも空いてるのはやっぱりジャイアンツの方が空いてる、うん、本当にピースがはまるのはジャイアンツですね。そうだな、まあ、ジャイアンツに来て、まあ、額面通りの働きをしてくれると、うん、これは少し順位にかかってくるかもね。阿部監督もちょっと楽に戦えるというか、今のままだったら俺3位にしたのがちょっと失敗したかなと思うもん、うん、もうちょっと下がってくるかもしれないってことです、ね、でも筒香が入ることによって、うん、あこれは3位でよかったって思うで後で言えるもんね、うん、いや帰ってくると巨人に帰ってくると思ったから後付けができる、うん、まあそうですよね。いや本当今年の DeNA はバウアーはどうなるのか筒香どうなるのか。いやもうねバウアーはもう頭から外した方がいいよ。もういいですか。もういいと思う、うん、来てもあまり期待しない方がいいと思う。もうハラハラドキドキな、ね、感じだとは思うんですけれども、まあそうだね、まあ、だけど落ち着いてできると思うよ。そんなにもうとらわれてないから。そうなんですね、現状で戦おうっていう現場の、ね、気持ちは固いから、まあ、心配しないでいい。ね、多分もう本当に近日中にね、はい、決定するとは思うんですけれども、はい、決定となったらいち早くまた、ね、もちろんだよ。できっとね筒香選手からも連絡があるかね。あるかね。なかったら寂しいな。ちょっと寂しいですね。はい。